2010年8月撮影、飯山三つ駅南口にて三いすは、1996年から2010年頃まで、千葉県船橋市の東洋高速鉄道飯山万駅でよく見かけられた灰色の野良猫である。早朝と夕方によく現れた。かつて自動改札機の上をお気に入りの場所としていたことから、改札猫と呼ばれていた。そのため、 まるで猫の駅員のように捉えられ、いくつかの猫関連の雑誌で取り上げられていた。フジテレビ系列のテレビ番組、目覚まし土曜日のコーナー、土曜日のにゃんこにも取り上げられた。駅の利用者には人気者であり、中には餌を持ってきたり、病気の時に動物病院へ連れて行く人もいたほか、宮城県から会いに来る人もいた。駅の売店の店員も見いすけのことを大切に、 思っており、ストーブの前や返品用の新聞の上でおとなしくしているので、ミイスケはお利口さんと褒めていた。2016年9月25日に開催された、飯山光駅、ふれあいフェスタにおいて、ファサマ猫ミイスケへのメッセージのコーナーが置かれ、利用客たちからミイスケをしのぶ声が寄せられた。飯山光駅、ふれあいフェスタを開催しました。東洋高速鉄道。 2019年2月21日へ閲覧、ありがとうございます。